フェルディナンバックフェルディナンバックは、ドイツのイラスト画家、著作家。ドイツ名、フェルディナント・ジギスムント・バッハ。特に、ポスター画や愉快なイラスト風刺画で知られるが、一方で、別荘開発を手掛け、庭はそれ自身の中に、宇宙全体を持つという言葉などとともに、そのデザイン思想性は、ルイス・バラガンに、多大な影響を与えた。ドイツ語圏と、 フランス語圏の伝統の間の中介役を務めた文化人である。本名のほか、株の筆名がある。ナポレオン・ボナパルトの弟、ジェローム・ボナパルトの諸子カール・フィリップ・ハイン・リヒバッハの息子としてドイツのシュトゥットガルトに生まれる。母ザ・ビーナル・ドビカは父の二番目の妻であった。幼少期はオーストリアで過ごし、ベルエポック時代のパリに渡る。ファッション方面で活躍し、 イベット・ギル・ベール、アルフレッドモスラとも交流する。その後、アルベール・ロビダに支持し、以後は、風刺に専念する。パリ風俗の描き手となり、1880年頃を中心に、当時のエイリゴラーク雑誌などで、多くの挿絵を寄稿した。その後、2巻からなる、古きドイツといった著作を出した頃からは、文字やドイツの幼年期とイタリアの都市の物語に、 関する数多くの本を出版した。健康上の理由で、1912年からマントンのコロンビエールビラクローセットを開発するために、南フランスで過ごし始める。そこで、各フロアを地中海諸国に触発されて、地中海の庭園の中央に豪華な住居に、この古い建物を改築させる。彼は、思考や自分の仕事、 自分の欲望や計画を何冊かの本で記録している。現在バックの仕事はほとんど何も現地に残っていない。1975年頃建てられた三つの建物の一つによって敷地を占めている。ありがとうございます。